こんにちは。今日は反射がある場合のドップラー効果を考えるよえ。まずはドップラー効果のおさらいなんだけども、こちらを見てみようえ、ドップラー効果の公式の作り方を前回学んだよねえ。図を見てほしいんだけども、音源振動数を f としてようねえ。音源が右向きに vs で動き、観測者が vo で左向きに動いてる。お互いに近づいてるっていう場面が登場だ。 え音速ラージ V であった時にさ受け取る振動数はいくらかな公式の導き方ね公式の作り方を前回説明したよねもともとの振動数に分数式をかけると分母と分子に音速を書いといてえ分母に音源分子に観測した位置関係は分母に音源分子に観測した音差の上に自分が立ってるんだよっていう姿を想像するんだったよね。 あとは符号を決める方法なんだけども符号は視線で決めるんだってね音差を見つめる目を描いてそこから視線を送る視線の方向をプラスに定めるんだってねそうすると音源の速度は視線と逆向きだからマイナス観測者の速度は視線と同じ方向だからプラスと機械的に計算できるんだってね。もし波長を問われたらどうするんだっけ 波長を問われたらそもそも波長って音源の速度だけで決まるんだよねだから観測者の速度はいらないので必ず観測者の速度をゼロにするんだってね波長はって言われたら必ず観測者の速度をゼロにするこれ最初にやってねそうした上でステップに V イコール F' ラムダダッシュが成り立つこの観測者の速度をゼロにしてから V イコール F ラムダに代入するると波長を計算できるよね。これが手順だったよね。今日はこれを踏まえて反射板がある場合のドップラー効果を考えていこうねさあ反射がある場合のドップラー効果を確認したいんだけどもまずはこちらの図を見てみよう。えここに R とあるのは壁ね反射板だと考えよう。 そしてて音源ががあって観測者がいるとこの位置関係なんだけども今壁は動くし音源も動くし、まあ、観測者が静止している場合もあれば当然動く場合もあるんだけどもさこの状況で観測者は2種類の音を聞いているよねどういうことかっていうとまず音源から直接伝わってきた音直接音を聞いているのは分かるよね。もう1つの音はここに壁があれば 壁からの反射音を聞いてるはずだ。じゃあ壁からの反射音はどうやって計算できるのかな？いきなりドップラー効果で計算するのはちょっと無理そうだよね。え反射板がある場合どう考えるかっていうと、二段階に分けて計算するんだ。どういうことかっていうと、まず壁で一旦音を受け止めるっていうことを考えよう。うどういうことかっていうと。 壁の中に観測者がいいるっていうイメージをつかんでこうねこの人が音源から送り出された音を聞いた時に受け取る振動数を FR 壁で受け取る振動数 FR これをまず計算するっていうことを考えようもちろんこれはドップラー効果でで計算できるよねこれ第一段階ね次に壁から音を送り出すということを考える もう一度壁と今度は本当のっていうか実際の観測者を書いておきたいんだけども受け取った波を今度送り出すっていうことを考えるわけだから今度は壁を音差と見なすわけだ。さっきは壁を観測者としして受け取る振動数計算したよね今度は壁から音を送り出すということは壁が音源だということになるわけだ。ちなみに この音源の振動数いくらかなっていうと受け取った振動数が FR であれば送り出す振動数も全く同じ FR であることは分かるよね。なぜかっていうとそもそも振動数って1秒あたりの波の波数だよね例えば FR が10だったんですよ10だったということは1秒間に10個の波を受け取って。 同じ一秒間に十個送り出す必要があるよね十個受け取って送り出す時に波を九個しか送り出さないっていうことはありえないわけだ受け取った波の数といい受け取った波の数 FR と送り出す波の数は一致するここをしっかり掴んでいてねそうすると今度は FR が与えられていてじゃあ観測者が受け取る振動数いくらかなもう一度ドップラー効果の式を使うと計算できるよね 分かかったかな反射板がある反射波のドップラー効果を考える場合は2段階に分けるまず壁でと音を受け止めるそしてその壁から音を送り出す壁を最初に観測したと考えた後に今度は壁から音を送り出すんだから壁を音源と見出す受け取った時の振動数と送り出す時の振動数は一致するんだなこれをしっかり使うもんね。 ね、反射がある場合のドップラー効果は反射板でおけ音を受け止めてこれを FR と計算し丸に反射板 R を FR の音源とみなして観測者が聞く音の振動数をドップラー効果で計算するこの2段階の手順をしっかり覚えようね。さあ練習やってみようね。練習 振動数 F の音を出す音源 S がこれだね振動数が F と与えられてるねその音源が直線上速さスモール V で運動しているとその直線上に静止している観測者 O がいて S に関して O の反対側にある反射板 R がこれだね反射板 R が速さ U で O に向かって運動していると音速を LV とする。 スモール VU は音速ラージ g e v よりも小さい。状況いいかな。壁があって音差があって観測者がいると。壁と音差が動いていて観測者だけが静止しているっていう状態だよね。え、括弧1、S から O に直接届いた音の振動数 f1 はいくらかな。え、つまり括弧1はこの音源から直接観測者に伝わってきた。 直接音の振動数はいくらかなと波の伝わる速度はラージ V で与えられているんだけどもさあ F はもうこれ機械的にいこうねもともとの振動数 F に分数式を掛け算するんだよね分母と分子に音速を必ず書こうあとは位置関係音差の上に観測者でだよね。 もうとにかく絵でていんだっていう姿を想像するよねすると音差の速度がスモール V で観測した速度はないよね観測した速度ゼロだあとは符号を決めるんだけどももちろん目で決めるんだってねあくまでも音差を見つめる目を描いて そこから視線を送る視線の方向プラスとするんだってよねすると視線と逆向きだよねえだから音源の速度は視線と逆向きだからマイナスと表すことができるこれが直接音の振動数だなっていうのはわかるよねさあ続いて括弧2をやってみようえ括弧2 R で反射され O に届いた音の振動数 F2 を求めよ 反射されまさに反射音の振動数だよね反射音は二段階に分けて考えようねえまず最初に考えるのは壁で音を受け止めるいい？壁で音を受け止めるその時の振動数を fsmall r と表してこれをまず計算するんだよねえどういうことかというと音源から観測者に向かって音波が送り出される もちろん音速はラージ V なんだけどもさこの時に壁で受け取る振動数 Fr はどうなるかっていうとドップラー効果の式使うよもともとの振動数分数式あとは機械的にね音速音速もう位置関係覚えてる、ね、んだ音差の速度はスモール V 観測者の速度は U だよね。 であとは符号を決めるんだけどもえもちろん観測者に音差を見つめる目を書こうねいいで。そこから視線を送って視線の方向をプラスとするとえご覧の通り音源ののの速速度度ももも観測者いいずれもプラスだなっていうのが分かるよね。えつまりともにプラスと表すことができるまずこれが壁で受け取る振動数なのは分かるよね。 次に第二段階今度は壁から音を送り出して実際の観測者に音を送り返さなきゃいけないわけだそこでもう一度直線上に壁とさ今度は本当の観測者を書いておきたいんだけどもいい今度は壁を音差と見なすんだってね音差の振動数はすでに計算済み 先ほど壁で受け取った振動数 FR が今度は音差の振動数となるわけだえ壁は U の速さで移動してるよねえその送り出された波えもちろん波の伝わる速さは音速なんだけども受け取った振動数それが F2 でさこれが一体いくらかなもう一度ドップラー効果を使うだけでね F2 は もともとの振動数 FR に分数式を掛け算する分母と分子に必ず音速を乗せよ音速音速あとは音差の速度分母だよね音差の上に観測者の速度は0だよね。符号はどうだろう符号はっていうともちろん音差を見る目を書いといて,おいてえそこから視線を送る視線の方向をプラスとするんだってね。 するともちろん視線と逆向きだからマイナスと書き表すことができるいいよね FR はすでに求めた値があるからこの塊をここに代入することになるわけだするとどう表すことができるかなっていうと F2 は f 0かける×え分数式をまとめていきたいんだけどまず分母はラージ V たすスモール V ラージ V たすスモール V えかけるラージ V マイナス U 分のさあこの分子を見たい欲しいんだけどもラージ V たす U かけるラージ V と書き表すことができるよねこれが反射波つまりいい壁でおね反射して戻ってきたときに受け取った振動数だなってのはわかるよねいいもう一回確認すると反射波の振動数は一旦壁で音を受け止める でここでドップラー効果を使ってそして今度は壁を音差と見なして送り返すもう一度ドップラー効果を使う2回ドップラー効果を使って振動数を計算できるんだよね。さあ続いて3をやってみよう R が静止している場合えつまり壁の速度がロでね壁が静止していると言ってるんだけどもその場合観測者が聞く単位時間あたりのうなりの回数 うなり覚えてるかなうなりの振動数っていうことだねうなりの振動数は振動数の差で表すことができるなぜうなりが聞こえるかなっていうとそもそも観測者は直接音 F1 と反射音 F2 二種類の音を聞いてるよねこの二種類の振動数が異なれば当然うなりが観測されるっていうことなんだけども今壁が静止してるこの U がゼロだと言ってるね 反射音の振動数の中に U が含まれてんだけどもこことここに含まれてるよね。で今 U が0だよっていうのを F 2に代入するとどうなるかな VV となるよね。ということは分母分子にある V と V は消去することができるわけだ。

もちろん分母が小さい方が式としては大きいよね F1 の方が F2 よりも大きいわけださあでは1秒あたりね単位時間っていうのはこれ1秒あたりだよ1秒あたりのうなりの回数 N まあ、うなりの振動数だよねうなりの振動数はそれぞれの振動数の差で表すことができるんだってねだから f1 の方が大きいから f1-f2 を計算するだけだとであとはこれ引き算するんだけども共通したものをくくり出すと f 0ジ v でくくり出すことができる分数式はラージ v スモール v 分の1ジ v スモール v 分の1と書き表すことができるわけだねさああとは通分するんだけども F0 ラージ V これを通分するとラージ V たすあラージ V 引くスモール V ラージ V たすスモール V 分のさあ今度分子なんだけどもラージ V たすスモール V 引くラージ V マイナススモール V と表すことができるここまで大丈夫かなさあさらに式をまとめていきたいんだけどもこちらに書いておこううなりの回数は F0 ラージ V そしてまず分母を見てほしいんだけどもラージ V- スモール V とラージ V たスモール V を掛け算すると v 二乗スモール v 二乗と表すことができるよねさらに分子を見てほしいんだけどもラージ V ラージ V が消去できる残るのは二倍のスモール V と掛け表すことができるよねもうちょっと式を整理するとさうなりの回数は ラージ v 二乗スモール v 二乗分の二倍の f ゼロスモール v ダージ v という形で書き表すことができるわけだ。これがうなりの一秒あたりの回数だよね。いいうなりは一度すでに出てきたよね。うなりの回数は振動数の差で表現できる。これはもう一度しっかり確認しようね。<music> さあ今日のまとめなんだけども今日は反射がある場合のドップラー効果を考えたよね。反射がある場合は2回ドップラ効果を使う2段階に分けるんだったよねえもう一度図の方を見てほしいんだけども音源があってまず反射波を考える場合に一旦壁で音を受け止めるその受け止めた振動数を FR これはドップラー効果の公式で計算できる。あとは今度は壁から音を送り出すのだから。 壁を音源とみなすんだけけどもそのの音源振振動動数数は壁で受け取った振動数と一致するよねえこうしてもう一度ドップラー効果を使うと一旦壁で音を受け止めて壁から音を送り出すと2回ドップラー効果を使うことによって反射音の振動数を計算できるこれをしっかり覚えようね。